はいどうも、森です。今回は明治安田 J1 リーグ第14節湘南ベルマーレ対柏レイソル戦のマッチレビューをやっていきたいと思います。まずは試合結果は1対2で敗戦となりました。今節は同時視聴配信に来てくれた方々ありがとうございました。後半は流れが良かった中で久しぶりの先制点を奪い勝ち点3を取れる流れだと思いましたが、すぐさま同点に追いつかれ福田選手の一発退場、そして逆転と非常に厳しい試合になってしまいました。さあそんな14節を振り返っていきましょう。さあまずは両チームのスターティングメンバーから確認をしていきたいと思います。今節のスターティングメンバーはご覧の通りになっております。まずはホームの柏レイソル、今節もシステムは 4-4-2、 前節から1名のスタメン変更となりました。右サイドハーフの島村選手からマテウス・サビオ選手になり、左サイドに小島選手が入る形となりましたね。一方アウェーの湘南ベルマーレ、今節もシステムは 3-5-2 でのスタートとなりました。前節から2名のスタメン変更となっております。田中聡選手が前節イエローカードで、今節は累積での出場停止となっておりますね。そのため柏レイソルが古巣でもあるバララ選手がスタメン起用、そしてフォワードでは福田選手がベンチスタートとなり、鈴木明人選手がスタメン復帰となっております。ということでこの試合振り返っていきましょう。まずは試合の流れです。この試合前半はロングボールを中心に互いにゴールへ迫る展開となりましたが、最終ラインの硬いブロックが多く、決定機はお互いに多く作ることができませんでしたね。湘南としては最終ラインのキム・ミンテ選手から左サイドの裏へ1本のロングボールで畑選手が抜け出しシュートまで持っていったシーン、柏としてはマテウス・サビオ選手のフリーキックから細谷選手がヘディングで合わせたシュートがポスト直撃と惜しいシーンがありましたね。しかし互いに決めきることができず、スコアレスで後半へ折り返しへ。するとハーフタイムで湘南ベルマーレは鈴木明人選手を下げ福田選手を投入、後半に入ると湘南は縦に早くつける展開が多くなり、少ない手数で柏のゴールに迫るシーンが増えてきました。福田選手と阿部選手の連携で崩し、ゴールキーパーと1対1を作るシーンや、その他にもボックス内へ入るシーンが多かった中で、なかなか先制点を奪えておりませんでしたが、73分、柏レイソルのロングボールをヘディングで跳ね返すと畑選手がそれを回収し、中央へボールを運びながら池田選手が裏へ抜け出すタイミングで絶妙なロングフィード、それを池田選手が前線で収めると仕掛けつつ溜めを作り、福田選手が上がってくるタイミングを見計らってマイナスパスを供給、スプリントして上がってきた福田選手は冷静にゴールへ流し込み、リーグ戦今季5得点目を記録しました。流れの中での素晴らしいゴールでした。しかしその4分後柏レイソルはスローインから右サイドで起点を作ると、島村選手が右サイドで湘南の守備を集め中央へボールを送り、左サイドのマテウス・サビオ選手がうまくアンカーの奥の選手が流れていったバイタルのスペースへ入り込み、くさびを受けるとゴール方向へ体の向きを作り、シュートを意識させておきながらタイミングを外した右足アウトで絶妙なスルーパスを供給、これに反応していた細谷選手が大野選手を抑えながらゴール前で折り返すと、木下選手がそれを詰め同点に追いつきました。正直一連の流れが柏レイソルがうまかったなという印象ですが、島村選手に対して奥野選手、山田選手でアプローチに行くなら潰しきらないといけない部分ですし、内側へ入ってきたマテウス・サビオ選手を池田選手が見れていなかった部分、スルーパスで細谷選手にパスを出された際に中の大岩選手が戻りきれていない部分など、細かいところを見れば対応できたのかもしれませんが、
アンカーとインサイドハーフで囲みに行って剥がされて、そのスペースを使われてしまったのがよくありませんでしたね。そして流れが柏に傾き、セカンドボールの回収ができず、自陣ゴール前から弾き返しても柏レイソルに拾われてしまう展開が続く中で、88分でした。柏レイソルのビルドアップでセンターバックから縦パスを送ったものに対して、福田選手がスライディングで一度はインターセプトを狙うも、縦パスを弾いてしまい、そのこぼれ球に対して再びスライディングでいくと、これが相手に足の裏で行ってしまい、主審の目の前であったことも含め印象が悪く、一発レッドの判定。得点を奪い、調子の良さが目立っていた福田選手がもったいない退場となってしまいました。そして守り抜かなければならない時間で高橋選手を投入。その直後でした。柏の熊沢選手にボールが入ったところで、ルキアン選手、奥野選手、高橋選手が周りにいるにもかかわらず、誰もプレスをかけずにドフリーで逆サイド展開をされてしまい、そのボールを受け取った島村選手が仕掛けから速い鋭いクロスを入れ、細谷選手がその難しいボールをトラップし、シュートまで素早く振り抜き、逆転に成功しました。後半アディショナルタイムに痛恨の2失点目となってしまいましたね。この失点もフリーでボールを蹴られてしまっている部分があり、正直声を掛け合えばプレスをかけることができていたと思いますが、やはり福田選手が退場し一人少ないというところでも前に出ることができず、後ろに重たくなってしまった部分が原因かもしれませんね。そう考えると本当にもったいない退場だと感じました。そしてそこから追いつくことはできず試合終了、1対2の逆転負けとなってしまいました。さあ、この試合90分通して1人退場するまではそこまで試合内容は悪くない印象でしたが、自分たちでゲームを壊してしまったなという試合でしたね。良い面では流れの中からどちらのサイドで作っても中央を経由し逆サイドへ展開し、フィニッシュに持っていく流れがうまく作れていた部分、また得点シーンや福田選手と阿部選手の連携からのフィニッシュなど、縦早く攻め切るシーンとうまく使い分けができていて、攻撃の作りの部分としては非常に良かったかと思います。やはりその中で決め切る力、2点3点を取っていく力はつけていきたいところですね。また悪い面ではやはり中盤、アンカーで田中選手がいない際にアンカーが出ていった場面で確実に潰しきってもらいたい部分や、セカンドボールをマイボールにして落ち着かせる力はやはり弱いなと感じてしまうところや、インサイドハーフの平岡選手、池田選手が交代した後の中盤の連携、ポジション取りなど、どうしても強度が落ちてしまうところはネックですね。事実は田中選手が復帰しますが、90分通してこの中盤の強度を保っていけるようにしてほしいところです。さあ、そしてこの試合選手にフォーカスすると、個人的なマンオブザマッチはまたしてもこの選手、畑大我です。彼はラストプレー以外に関しては本当に圧倒的なパフォーマンスを見せてくれていますよね。攻撃面ではサイドでの果敢な仕掛けを何度も見せ、この試合では対応していた関根選手、マテウス・サビオ選手が共にイエローカードをもらってしまい、ほとんどサイドでの勝負では負けておりませんでした。スタッツを見ても守備面ではクリア数3回、インターセプト数6回、地上戦デュエル9分の6、空中戦デュエル1分の1、そして攻撃面では得点シーンでのロングパスで起点になりましたし、得点やアシストの数はつきませんが、間違いなく得点の起点になっています。この試合シュート数も2本ありましたが、やはりラストの質の部分はまだまだ課題が残る部分がありましたね。しかし今の畑選手は攻撃はほとんど1対1で止められることはないですし、守備面でのカバーリングやサイドでの1対1はほぼ負けない強さを持っているので、期待値がすごい高まっていますね。
本節は五輪代表の関根選手とのマッチアップということで気合も入っていたかと思いますし、間違いなくほとんど勝っていましたし、ぜひ畑選手を五輪代表に呼んでほしいものですね。次節以降も間違いなく湘南のキーマンになってくるかと思います。ということで今節に関しては柏レイソル相手に1対2と悔しい逆転負けとなりました。順位に関しては札幌鳥栖が勝利したことで湘南は18位に転落、また札幌と勝ち点が並んでしまっている状況となりました。さあそんな中、次節に関しては5月19日日曜日ホームでアルビレックス新潟戦となります。果たしても中3日でのホームゲームとなりますね。良い流れが途絶えてしまい、得点源の福田選手が出場停止の中、どうやって得点を奪っていくのか、田中選手が復帰して何としてでも勝ち点を積み上げたい一戦となります。次節の新潟戦はしっかり勝ち点を取っていきましょう。ということで今回は明治安田 J1 リーグ第14節湘南ベルマーレ対柏レイソル戦のマッチレビューをやってきました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。